けどみんなちゃんとしっかりクマポーズしてくれるから可愛いなって思って。簡単だもんね。うん、簡単だよね。クマ。お、2回は誰かが菅原の噂をしているな。しているな。誰だ誰だ。お使いが。そう、今お使いに行ってます。そう、じゃんけん、男気じゃんけんで負けたので、あの、買い出し中です。そう、かまちゃんとレオナが今ね、あ、帰ってきたと思う。まだなの。あ、違った。まだですよ。違ったぞ。まだですよ。お使い中なので。今どれぐらい配信してるんですか。え、けど今もうすぐ6時になりかけだから41分なの。今5時。やばくない？すごい長い。大丈夫ですか？なんかめちゃくちゃやってるね。めちゃくちゃ長い時間、めっちゃさ、あっという間にさ、こんな時間経ってたんだね。思いました。びっくりしちゃった今。こんにちは。こんにちは。お使いに行きました。男気じゃんけんで負けたんですけど男気じゃんけんで。あ、うえーい、うえーい、本当ありがとう。待ってた。待ってた。もうなめらかプリンがなんか君の、君だけのプリンみたいな変わっちゃって。嘘、けど全然プリンだけど、プリンだから嬉しい。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。ごめんなさい、はい、嬉しみ。帰ってきたので渡します。君だけのプリンって、蜂蜜と、あ、違う、蜂蜜とか。君だけのプリン美味しいよ。ありがとう。はい、ありがとう。ここにいい、置いといて。何でもありがとう。ちょっとあれ変えちゃいました。ありがとう。あ、お使い中って書いちゃった。わーい、ありがとう。ありがとうございます。温かいお茶、もう温かいお茶だよ。わーっしょい、わーっしょい。何度も何度も。よいしょ。いいよ、今日下からで。君だけのプリン。可愛いから大丈夫。あの、私今現金ないんで、後でペイペイで送金してください。はい、送金します。ごちそうさまです。ごちそうさまでーす。ありがとうございます。やっぱ男気違うなー。今日ラッキー。よっ、世界はかまたが好き。世界はかまたが回ってる。おーよっよっ、世界はかまたが回ってる。よっ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 。ダメです。後でちゃんと送金をお願いしますので、お願いいたします。マウントなっちゃった。これどうしよう。何ですか。止まんねえや。止まって。あ、止まりました。いただきます。いただきます。プリンもうなくなっちゃったのかな。ね、あんまメラカプリンもうないのかも。それかスーパーだけとかになっちゃったかな。え、でもあれすぐのメラカプリン。あ、そっか、スーパーではありますよ。あった、ちっちゃいやつ。うん、あっちでよかったんだ。あっちのプリンもあった。セブンのなめらかプリンなんだと思って、一時期売ってたじゃん。あー、いや全然いいよ、全然プリンだったら。プリン、なんでもいいね。ありがとう、ありがとう。プリンの中でも、なめらかプリンがちょっと気分だったね。そうそうそう。なるほど。だからマジで携帯ないとマジめっちゃ不便だね。不便だね、確かにね。いつもだったらね。これで合ってるのか分かんないってなって。テレビ電話とかがあるもんね。そう。どうやってもらったんですか。え、なんか、あの、カード。ああ、びっくりした。ピンピンって言ったから。送金はペペで、そう。立て替えどうしようってなった時に。元気になるのに、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 元気になるのに。ダメですよ、おぼりは。今、なんだろう、ロッキーに踏み倒されてるのにダメです。何？ん？踏み倒す。めっちゃ前のウーバーの建て替え、帰ってきてない。マジマジマジ。いつの？あれ、私返したよ。めっちゃ前、レオピと多分クマが帰ってきて。私返した、返した、返した。K2 が多分まだ一部返ってないです。返してください。でも自分もいくらかもう分かんないです。私はこれ。ちゃんが美味しいよって言ってた。あ、それ美味しかった。めっちゃ美味しかった。この間たまたまゆずちゃんと一緒にコンビニ行った時があって、はい、その時になんかこれやばくないって言ったら、これ美味しいよって言ってくれて、もう食べてた。そう、もう食べてた。早かった、さすが。ちょっと高いけど買っちゃった。プリン、君だけのプリン。まあでも、あめ君だけのどっちの君って2回君、どっちもだよ。ひらがなにしてるところずるいよね。ずるいです。君だけのプリンって大量に作ってるのって、
君君。美味しいですよね。いただきまーす。美味しい。すごい。うん。バウムクーヘンにしました。美味しい。あ、めっちゃ黄色い。こんなんだ。それも黄身だけなんじゃない。黄色。いただきます。すごい美味しさしてる。なんで、なんで安定しないの。めっちゃ甘そう。もういいや、諦めるね。諦めよう。もうよくわかんないかも。うん。美味しい。甘い。やば。うん。飛ぶぞ。調子こりさん、やばいマジで。めっちゃ美味しい。このなんかシフォンケーキかな。このシフォンケーキもうまいんだけど、この生クリームがね、飲める、うん。いただきます。うん。美味しい。うん。やばいわ。美味しいね。美味しいな。うん。でもさ、もう結構経ちましたじゃん。びっくりしました。ね。今どれぐらいやってんの？ 2 時間？うん。2時間やったんですか？何時から始めたんですか？3時半ぐらいだから。もう夜間やったったね。もう2時間半以上はしてるね、今。うん。やば、一瞬でなくなりそう。やばいやばい、危ない。おすごい滑らか、うん、うまい。今お茶ほぐしちゃった自分は。でもお茶なら取れそう。うん、お茶なら大丈夫。取れる、うん、取れる、取れる、うまい、うまい。やっぱ温かいお茶って美味しいっすね。ね、緑茶とバウムクーヘン意外と合う。うん、合うか分かんないけど、それまあ、カマさんの人を使い中になってた。あなたは誰？もういるって。え、そう、誰？誰？あなたは。虹が誰？あなたは誰？トトロだね。トトロ、トトロだね。私も買い出しから帰ってきて、もぐもぐタイムを買いました。美味しいです。美味しい、美味しい、美味しい。確かに、公演より長い配信って書いてある。え、そう。だって劇場公演ってさ、普通2時間ぐらいじゃん。うん。なんかでもファンの人に見えてない2時間だもんね。うん、確かに。実際6時間ぐらい働いてるんですけど。あ、そっか、そう、うちらはね。ね。そうそうそう。集合から数えたら。めちゃくちゃ長いよね。ね、長い。半日はだって動いてる、ね。うん。うん。リハーサルとかもあるからさ。そうそうそう。リハもあるからね。そう。だからたまにめっちゃリハーサル早く終わった時とか、うん、超暇すぎて小動物してます。うん、ね、確かにやってるね。こんなんなんだ。なんかみんな今日、昨日も小動物してたんですけど、うん、昨日やってて、うん、まあ3時から小動物やるねみたいな、うん、入れない人もいると思うけど、うん、ねみたいな。ほぼ夜、ほぼ夜だから、うん、夜だったらみんな夜じゃないですか。うん、安心してください。ね、確かに見れてるよ。見れるかも。帰り際に見える人多そう。いや、確かにちょうど終わりましたって人もいそうだよね。大体、うん、ね、6時ぐらいまでですか。6時半仕事？あ、仕事5時とかじゃない。6時お役所とかだったら5時、5時とか、ね、定時って言われる時間が6時、8時、人によるんですよ。6時、8時、まあ、6時ぐらいの人多いですか、うん、多いかな。帰宅ラッシュそれぐらいだもんね。うん、うん、食べ終わっちゃう。いや、マジで一瞬だから食べ終わってる。まだだよ、まだ半分ぐらい。あ、本当まだあった。え、ね、プリンのカラメル、うん、好きな人、うん、なくてもいい人、なくてもいい人。あ、なくてもいい人だ、私も。自分で作るとき入れないもん。いらないから。だよね、うん、ちょっと苦いよね。うん、わかんない。まだ私甘くていらん。なんかね、プリン食べたい時って甘いもの欲してる時とか、うん、っていう感じ。苦味いらないかなっていう。え、めっちゃ甘すぎなくていいかなと思っちゃう。うん、え、カラメルが甘いと思ってる人だ。うん、でプッチンプリンは食べれるんよ、カラメル。あ、で甘い。あれ全然またゼラチンのなんか違いますよね。うん、どなんか一体化してません。うん、うん、なんかトロトロなんかついてるよね。うん、別じゃない感じで。こちらはどうでしょうか。チンプリン今まで食べれないね、甘くて。え、
だったらあっちの方が好き、焼きプリン。あー、うん、あれ卵感あって、うん、美味しい。はいはい、絶妙な見上がりでいい。うんうん、でも本当にカラメルいらない。だから最近滑らかプリンに入って、うん、うん、そうそうそう、牛乳プリンとかね、入ってないっけ、うん、入ってない入ってない。そうなんだ、超美味しいや。なんかさ、最初なめらかプリンがすごい好きになったきっかけはさ、うん、パステルっていうさ、ああるね、あれ美味しいよね。そうそう、あそこのなめらかプリンが初めて。あそこも美味しいよね、うん、パステルのなめらかプリンってさ、本当もう有名、本当だよね、プリンといえばみたいな。で、それで、え、そう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 、なんか、パスタ屋さんで、ピザ食べ放題なの。え、とかやってるとか、店舗によるね、あれ。そうなんだ。そう、ピザをこうやって、今はやってないんだけど、今最近行ってないからわかんないけど、うん、小さい時に行ってた記憶は、うん、ピザをこうやってさ、パンの食べ放題みたいに焼きたてを毎回回って持ってきてくれるの。で、何枚いりますかって。あ、じゃあるよ、あるよ、あいつもある。じゃ関東もあると思う。あるよね。宮城は、宮城わかんない。パステルめっちゃポピュラーで、最近でもあれ、パン屋兼プリンだけでも店舗出してるけど。あ、出してる。パスタ、パスタの馬、パスタとピザ。パスタの店、食べた。うま。一個も食べてません。やば。やば。ね、ピザ知らなかった。マジでプリン屋だと思ってた。愛知の話らしい。まさん。愛知の会社らしい。あ、そうなんだ、あれ。でも食べ放題で廃止したりしてたけど、多分つけたりもできる。だから本当はプリンだけで売ってなかったの。本当に。だけど結構オアシスにあるよね。あ、じゃあオアシスじゃないわ、金山。オアシスにもでもプリンあるね、売ってる売ってる、売ってるっけ。金山にもあるね。金山駅のところにね、プリン屋がある。最初ピザが目当てで行ってたんだけど、そこのデザートのなめらかプリンが美味しくて、うんうん、で買いに行ったりとかするようになってみたいな。そこからなんか結構店舗でもなめらかプリンができてて、うん、最初はパスタ屋だけど入り口にデザート売ってるみたいな。うん、それぐらい。知らなかった。なんか流行ってた。マジで。未だに覚えてる。私が竹とんぼで目切っちゃった時やって。痛い痛い、その記憶。まずそれがまあ自分で切ったんですけど、こうやっていくのをこっち来ちゃって、それが園長先生の手作りっていう。で、病院行って、病院帰りにパステル行ったら、うん、園長先生たまたまいて、副園長先生なんだけど、うん、作ってくれたの。副園長先生、パステルでプリン買った帰りで、よかったなって言って。優しい、もうそうするしかなかったんやけど、本当にすみません、ね、出会ってしまったらね、親もいるしね。こっちも気まずかったけど、それでプリンいただきました、うん。でもその当時の私はプリンが嫌いでした。あ、そうなの。なんだ。からお母さんが美味しく食べてました。幼稚園です、幼稚園。うん、けどこのカラメルは美味しいわ。いい、うん、全然苦くないから。私は好き。てかちっちゃい時の方があんま甘いもの食べれなかった。うん。クリームも嫌いな。クリームも嫌い。アイスも嫌い。え？けど確かにそう思うと生クリームとか毎回こんなに食べてなかったもん。まあ、自分で買えなかったっていうのもあるけど、知ってるもん、うん、うん、全然好きだったな。しかも一口でよかった。マジ食べれなかったもん。全部食べれなかった。いや、誕生日ケーキとかもう絶対ショートケーキだったもん。こんな大きい、3人だから弟がいない時は3人しかいないのに、うん、めちゃめちゃ大きい、あの、なんだっけ、ホールケーキ食べた、うん、食べれなくて、次の日なんかまあ気持ち悪く、うん、くどくなっちゃってね。くどくなって、でも誰かの誕生日じゃないけど、そんなホールケーキ買おうってならないから、うん、私こんな細いので家族が食べてて、そうなんだ。でアイスケーキにしたりとか、めっちゃ試行錯誤してくれてたけど、でもアイスも嫌いだったし、食べてたは食べてたけど、そんなに毎日食べるほどではなかったな。あったらそういう記念日とかは嬉しい、食べるって言って食べてたけど、もう毎日甘いのが欲しい、甘いのが欲しいとかはなかった。それはなかったね。おやつ食べてた記憶あんまない。ある時は食べるけどぐらい。確かにおやつ食べてた記憶ないな。でそういう駄菓子があった。というかじゃがりことか、しょっぱい食べ物とか、ポテトとか食べてた。カタリさん、お菓子みたいな、なんかよくスナック菓子とかで出てくる、そのケーキとかも、そんな3時のおやつ。うえー、ごめんなさい、今ミラーボール来たから。あ、ミラーボール来たのが
なんか、まあ、流行り。懐かしいな、お菓子事情。ちっちゃい時はまたちっちゃい時の話とかって感じなんですけど、うん、ね。レイさん、うちのミラーボールを。マックで誕生日会やったことある人いる？ない。ポテトめっちゃ買ったりとか。マックのバスみたいな、あと遊べる場所あるよね。ある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 。あるあるある。ある。なんて本当にちょっと田舎の方とかに。公園あるみたいとか、そう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 、あの滑り台とか、そう滑り台とか、あのボール投げとかあるじゃん。ああいうところのバスがあるんだけど、マックの、うん、そのバスの中で誕生日会開けるのよ。でケーキを出してくれて、マックのそのバーガーとかそのポテトとかも食べまくってみたいな感じの、そう職場体験なら行った、マックの。あ本当？マックが開催してる、一日クルーになりきろうみたいな。楽しいよ。ハンバーグが裏で作らせて、あのさ、一気にこうやってケチャップ出るの、マックの。ガシャって、ガシャって出るやつね。とかやらせてもらったのはある。なんかボイスつけて。職場体験、みんなどこ行った？あ、それこそ。ケーキ屋さんでした。ケーキ屋さん、喫茶店。私、ガストだった。ええー、ラジオ局で、一部喋れるみたいな。ラジオ、ラジオ、ラジオ、ゲストで。いいの、ラジオとか。川田夏樹さんと誰々ちゃんです、みたいな。悪い気持ちしかないです。何何？マジで本当ちっちゃい、今もそうなんですけど、配膳がめっちゃ嫌いなんですよ。うん。怖い怖い怖い。受けたやばいですよ。どうする？どっちがいい？どっちがいい？え、菅原がどっちがいい？どうする？めっちゃダメですよ。配膳めっちゃ今でも嫌いで、でもお盆とかあんま持ちたくないんですけど、ケーキ屋さんってフルーツ大事じゃないですか。なのにこぼしてる。フルーツ、フルーツをこぼしてしまって、うん、ほんとちょっとしか減ってないのに、すがらが配膳瓶が吸ってすぎて、でちょうどちょっと床が滑りやすかったんですよ、うんうん、なんかその水場があるところを通って、うん、みたいな、こうフルーツも落としちゃった。どうなった？もういい教科ないです。もうそこからそこの研究屋さんには一緒行かなくて。うわー、気まずい。私ガストは裏で、あの最初はあの窓拭きとかさ、うん、テーブル拭きとかそういうホールやって、で後半の日程は裏でキッチン立って普通に出してた。すごい、そうすごいよ、作ったもの出してたよ。バイトと一緒。バイトだった。すごいよね、なかなかできないよね、そういう体験。ガストのホールってどこからやるの？あれってホールホールの絵って どこまでやるの？あ、けどどうぞってやったんだっけ。すごい、運びにも行った気がするな、多分。炒めるとかやるの、あれって。あ、なんかちゃんと、うん、あのハンバーガーみたいなのをちゃんと鉄板で焼いた。ハンバーグ、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 ごめんごめん、ハンバーグちゃんと鉄板で焼いて、どれぐらいでひっくり返してとか。こうやって形になってるか。なってる、なってる。なるほどね。そうそうそう。でちゃんと隣に大人の方がつきっきりで、うん、今だよとかそういう感じでやってくれたから、マジバイトじゃん。そう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 、キッザニアみたい。そう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 、楽しそう。キッザニア行きたかったね。行きたかった。なんか強キャだったしな、なんか今日朝さ、朝ってか昼なんかテレビ見てたらさ、なんかちょうどキッザニアのだって昼なんですね。見た、私も。あのオードリーさんのね、キッザニア出てきてさ、なんか私の人生の悔いは本当に、あの別にお母さんとかお父さんを責めるわけではないが、本当に本当にキッザニアに行けなかったことだけが。どっか話してる、その話受ける、この通りだっていう話を今日もしてて、本当にマジでキッザニアにだけは行きたかった人生だった。子供じゃなきゃいけないし、子供じゃなきゃいけないから、でなんか名古屋にできるみたいな噂が一瞬あったの。で私もギリギリだったの、あれ15歳だったんですよね。なんかこうギリギリの年だったから、行けるか行けるかみたいな感じだったんだけど、最初の話がなんか噂で終わっちゃって、もうめちゃくちゃ頭を変える。行きたかった。キッザニアーって。そう、キッザニア行きたかった。行きたかった。キッザニア行きたかった。行きたかった。もうあれだよ、自分に子供ができた時に連れてってあげるっていう感じで。大人同伴じゃないからね、子供しか入れないから。あ、そうなの？うん、そう。あ、大人も入れないんだ。ここまでです。入れるところが決まってる、うん、あ、そうなんだ。え、けどさ、今日昼なんですでやってたのさ
あれだよね、ラジオ。あ、ついててたのは多分 ロケだから、ね。あ、ロケだからなんだ。子供の世界っていう、うん。あ、そうなんだ。入れるかと思ってた。だからなんかモニターみたいなので見れるんだよね。そうそうそう、やってるところはうちらが、はい、からは見えるけど、本当に大人が隣についてじゃあ一緒にとかじゃない。あ、そうなんだ。いいな、行ってみたかったな。だから絶対子供には連れてこって思ってる、ね、いやめちゃもう。だっていろんな職業体験できるやん。楽しくないよ、ね。だって今日だからその CA さんの、うん、あのなんだっけ体験、あ、子供の時やって本当に CA さんになった人がいるの。そうなんだ。すごい、ね。言ってた人なんですね。人生変わってたかもしれない。だからうちらはもしかしてもしなんか。そう、もっとキッザニアに行ってたら、うんうん、なんかね、もしかしたらなんか今シーザーになってたかもしれない、空の上だったんじゃない、ね、やってたかもしれないし、なんか今日裁判官とかも行ったじゃん。そっかそっか。だからね、キッザニアって何があるんだろう、職業。え、でも最近それでこそなんかで、ね、ツイッターからなんかで見てたんですけど、なんか黒猫ヤマトのキッザニアのあれがすごい再現率が高いみたいな、うん、黒猫やるの、結構ちゃんと企業が入ってる。あ、そうです、そうです。それ見て、あ、いいなみたいな。いいな、やりたい。ファストフード店とかあるね、あるじゃん。そういうのとかもさ、しっかり撮ってるみたいな。いいの、銀行で働いたりとかするわけじゃん。いいな、キッザニア。行ってみたい。大人のキッザニアって言ってさ、3日ぐらい開放したら絶対やばいよ。多分すごいよね。めちゃめちゃ倍ぐらいの料金でもえぐ人来ると思う、うん、多分。いや、行くと思う。やりたい、やりたい、やりたい。何も CA さんやりたい、やりたい、やってみたい。ええー、けどいいと思う。子供用だから制服ここまでも入らないよ。多分この辺でいかがってる。ああ、で、いいな、やりたいな。じゃあどれか一つだけ体験できると思ったら何やる？絶対どれか一つだよ。でも選択肢欲しいな。え、行ったことある人いるって言おうとしちゃった。いや、聞こうと思っちゃった。行きたかったんだ。え、大人のキッズにやったことあるらしいよ。え、あるの？あるらしいよ。さすがキッズにめっちゃすげえやん。ね、そうだからさ、バイトとかさしたことないじゃん、うん、だからそれこそ本当職業体験の、うんうん、本当3日間ぐらいしか体験してないから、なんか本当に、しかもさ私、うん、それこそなんかさっきの話に戻るけどさ、うん、なんか喫茶店だと、うん、家の近くのね、で毎日毎日朝めっちゃ早く6時とかに行って、うん、で朝からそのもう決まった人が来るの、はいはい、田舎だから決まったおじいとおばあが朝来て、うん、でなんか同じ君はアメリカンですねとか言って、もう一人ずつ渡してっていう、もうこの配膳と掃除ぐらいしかしなかった、うん、でお昼時はなんかまたランチ食べに来る人がいて、うん、でちょっと落ち着いたら自分たちもお昼ご飯食べてみる。だからもうマジで何にもしてないの、本当に運んでるだけみたいな。すごい、本当に記憶ないです。こぼすぎました。もうこぼってからさーっとなっちゃった。何やったか思い出せないです。でも私、そこのケーキ屋さんめっちゃ好きだったのに。うわ、行けばいいです。もう多分大丈夫だよ。今行っても。今行っても全然バレないと思うんですけど。まあ、その当時ってことだよね。地元のケーキ屋さん減ったな。めっちゃなくなっちゃった。なくなりますね。本当に地元が行ってる、親子でやってるケーキ屋さんとか、もうマンションになっちゃったりとか。しっかりなくなっちゃった。ちょっとショックですよね。悲しい。もう食べれないあの味ってなる。あ、そうだ、職場体験何やり、何やります、ね、今ね、コメント欄唯一来たの、消防士。あー、それこそ警察官とか、やりたい。やってみたい。絶対に本当、大変じゃないですか。そうだね、確かに。年齢的にも絶対もうなれない。もう今からなれないもんね。けどさ、消防士ってさ、一回さ、学校の時にさ、体験しに行かんかった。あー、やったー。消防署まで行った。そうそうそう、行ってさ。来てくれたの、逆にうち。あ、本当？うん。私は逆に行って、持って、そうそう、なんか体験できるみたいな、ね、あったよね。あの三角コインに向かってボーン。そう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 。懐かしい。ね。それってなんか何人かと一緒じゃなかった？一緒だった一緒だった。一人で持てないからね。そう。で基本的に一番前にいる子が基本的に出してませんでした。ああもうね。もう後ろがなんか触ってるぐらいだもんね。だんだん多分ほぼほぼ消防士さん持ってる。お支えで大体やってる。ワイラス。一番前とかよ。やってみたかったら。やってみたいね。あ、なんかロープの結び方ちょっと教えてくれたり。うんうんうん、あれやってみたい。あのさ、壁をさ、なんかさ、こうやって、
あれむずいって言うじゃん。あれむずいって言うじゃん。でもさ、結構軽々やるじゃん、ああいう人たちって。なんかよくさ、訓練とかしてるじゃん、なんか消防署の前とかとあ、やってるね、壁降りてるやつ。そう、壁降りたりとかさ、テレビとかでもさ、なんかこうロープ使ってるみたいな。やりたい、やってみたいよ、やってみたい。絶対やってたんだけど、筋力ないから絶対無理だけど。もし本当できるってなったら、その日のために体をするめちゃめちゃ筋トレするじゃん。こうやってベンチメイク、なんかさ、めちゃくちゃ怖いんだけどね、もう本当に高層ビルの窓拭きやってみたい。私やってみたいの。友達やってる子いるよ。マジ？なんか動画見せてもらったけど、なんか乗ってるじゃん、あれ、うん、乗ってるだけでこうやって揺れてんの。いやー、こう。あんなことだけど、よくやんなと思って。下さ、鉄だよ、で紐とぶら下がってるだけなんだよ。あの、免疫のタワーでやってて、けどちょっとやってみたいなって思っちゃった。その動画見て憧れなくなった。でもなんか海外とかでやりたいから。あ、海外ね、うん、海外のバーガー店とか、なんかハンバーガー店とか、そういうのやってみたい。かわいいね。ちょっとね、赤色のなんかストライプみたいな。そうそうそう、全然僅差に離れちゃったけどね。でもそれがなんだか、やっぱり今からや頑張ってもなれない仕事、それこそ弁護士さんとか、はい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 、もう無理だと思う。頑張っ、なかなかね、頑張ればなれるかもしれないけど、はいはいはい、っていうのが、ね、そのことも何が出せないと思うので、やってみたいこと。そうそうそう、警察学校とか今から行けないだろうし、そう、もう年齢制限だね、うん、消防士にもなれないだろうし、うん、いいな、やってみたいな、ね、やってみたい。でもめっちゃ昔だけど、一瞬友達のお父さんのお店、うん、居酒屋さん手伝ったことあって、だからビールだけ注げる。あ、いいじゃん。だけ注げる、実は。めっちゃ、なんか合わせる方と、めっちゃ上手くなった。いいね、いいね。ゲームみたいなもんだよね、言うたら。ボーボーみたいな。美容師さんとかやってみたい。あー、やってみたい。やってみたい。責任取れんけど、やらせてみたい。マジで責任取れん。取りたい。取れないな。あ、別に自分が見たところで何の意味もないと分かってるんですけど、なんかパーマの巻き方とか見るんですよ。こうやるといいですみたいな、なんかね、こうやるとこのウェーブができますみたいな、そういうの見て、そうなんだ、うん、見たところで自分できないのに、なんか楽しいよね、そうやってみたいな、パーマかけてみたいな。でも、いや、そのめっちゃパーマかけてみたいと思いました。だって前髪パーマ小さい時にかけたもん。なんか前髪だけなんでアニメのようにくるんってやりたくて、で、あの、こうやって結んだ時にここもめちゃくるんってなりたくて、パーマかけてもらったの、一瞬で鬱陶しくなってちょきんって切っちゃったもん。もったいなって。でも本当マジくるくるにしたいです。なんかテンパな子に憧れた、すごく。あ、やめな。私一回パーママジでこうやってかけたことあったの。なんかその頃もダンスちっちゃい頃から習ったから、妖怪用にって言って、もう本当にマジでこんなんかけたんだけど、もうアフロみたいな、え、もう本当串通んない、一生串通んない。そっか、めっちゃ串通る程度のパーマがいいです。だからおしゃれパーマにした方がいいんですよ。なんかそういうウェーブっぽいぐらい、この辺だけとかね。そうそう、オイルつけたらなんか成り立つような。そう、私もさ、このウェーブパーマ流行ってんじゃん今、ウェーブみたいにパーマかけるみたいな、それしたいね。でもそれは普通のパーマかけたいです。くるくる、普通全部が、うん、前髪も、あ、全部くるくるにしたいです。まゆちゃん猫っ毛だから丸くなりそうだよね。いや、本当はなってほしくないんですけど、この状態のままなってほしいんですけど、もう本当巻いたみたいなパーマだけど、で、その巻いた前髪でもなんか言ったらできそうだよね、ワンちゃん。ストッパーかけてからやればいけそう。でも、うん、ストッパーかけたら多分一生パーマかけれない。難しい。根元の方だけかけて押さえてやってた癖っ気のことが、でも今技術がさ進化してるからさ、普通にさ、でもすごいブリーチもしてるんです。ブリーチしてると嫌がられますか、ね、私根元パーマかけに行ったわ、ちゃうから。去年あの上げてたよね。そうそう、なんかさ、それどうなの、まあ、でなんか韓国初の根元パーマがなんか導入されましたって書いてあって、で私なんていうの、髪の毛のなんかストーンだから、うん、なんでボリュームがないから、うん、なんか寂しく思えるって、うん、だからなんか髪の毛巻いた時もなんか
ストンってなっちゃうから、ここだけバーってなっちゃう。そうだからここもちょっとふわっとさせたいなと思って、根元パーマかければいいんじゃないっていう話をメイクさんと話してたの、うん、じゃあちょっと名古屋でやってるところ探しますって言って、であったから、わこれ行こうと思って行ったんだけど、あれこれかかってるのかなみたいな。なんかその日はめちゃくちゃボリューミーだったの、かかったんじゃんと思って、けど髪の毛洗ったらストンってなってて、あれけどわかんない、私の乾かし方が変だったかもしれないと思って、やっぱ乾かし方でもあるね、いろいろ。そうで、じゃあ次の日仕事だったからメイクさんに会ったんだけど、くまちゃんいつ行くの根元パーマって言ってかけましたみたいな。あれなぁ、わかんなかったよ。確かにそのうちにやっぱダメなんですね、入ったらダメなのかな。けど乾かし方だと思う、うん、一応こうやってしっかりこうやって下から重力があるからさ無理だよね。本当にやりたくないから言ったわけじゃないですか。確かに、うん、間違いない。そうなんだよね、それをもうやらなくても。トイレ行きたいから行ってきます。はい、どうするかね、うん、このおいなのお茶が持たせてくれます。3分あればね、うん、あそっか楽しい。はい、まゆちゃんです。まやちゃんです。一瞬お邪魔しよう。早く行きなさいよ。漏れそう。そんな大々的に行くやついないよ。でもなんかさ、前作のデイリーさ、関われなかったじゃん、初訪問みたいな。あなたと本人。なかったよね。あこれ私と、うん、そう、その下出てないらしいけど。そう、みんなには見えてないんだよね。うん、すごい見え、そればっかになる。うわね、わかる、オレンジだよね。そうそうそう、めっちゃオレンジですねって。いや、パーマかけたことないな。そう、パーマね。お母さんとかかけてた。あ、お父さんめっちゃかけてた。あ、男の人結構かけるよね、パーマ。お父さんもめっちゃパーマ。あー、へー。お母さんもかけてたな。でもさ、あのさ、本当あれです。男の人のパーマってさ、テンパと見分けつかないじゃん。なんかおしゃれにするの絶対むずいよ。そうだからファンの人とかでも、あれなんか今日パーマかかってるって人に褒めていいのか突っ込まない方がいいのか分かんなくて、気にしてる人かもしれないし、そうそうそう、なんか演技がいいねなのか、うん、間に合わなくてちょっとごめんなのか分かんなくて、いつも突っ込めなくて、髪型変わってても切ったのは分かるから言うけど、うん、確かにね、そのパーマ事情はちょっと怖くて言えない。けどセットしてたらいいねって言っちゃうかも。なんか本当にもう自然なボワーだったらどっちなんか分かんないけど、なんか結構こうやってセットして綺麗にこういう流してる感じのパーマだと、あ、かけてるのかな、それか自分のパー、あのテンパをうまく活かしてるなって思うから、あ、髪型素敵だねって言っちゃうかもしれない。難しい、むずいよね。けどそれが嫌だっていう人もいるからね。友達もえパーマとか本当テンパとか本当良くないからとか言う人多いから、どっちなんだろうって思うよね。むずいよね。スタッフさんとかでも、あ、これテンパですって言われたりするから。でもさ、褒めたい、褒めたいっていうか、いいと思ったらいいんじゃない。うん、まあね、確かに登場の仕方がすごいんよ。かっこいい、俺を持ってたみたいな、そのテンションと。ののちゃん、ののちゃん、ののちゃん、髪型、ののちゃん、テンパの確率が高いんだ。うーん、髪短いとさ、でもテンパってもうごまかしようだというか、重いとね、長いと寝癖つかないんですよ、長さで。何ってでもこの辺まで切ると寝癖やっぱ出るんで、出る出る、長い方が結果楽、うん、ドライヤーだけ耐えれればな。それな、その顔がうるさいってこういうこと。何してんの、多いお茶からってこと。多いお茶から食リポしようと思って3回くらいずっと失敗する。どうもどうも、髪の毛ね、難しいね。すいません、髪の毛ちょっとアンケート取ってまして。はい、何ですか。あの昨日のインタビューからアンケート取ったんですけど、あの髪のアンケート取ってまして、はい、暗い黒が今ぐらいか、ハイトンどれぐらいが、心にフラワーぐらいの明るさの髪の、どれが私の中で好きですか。今の好きよ。私今の色好き。あ、私も今だわ。っていうか今の色がすごくやってみたい色だから、私はまやちゃん。めっちゃいい色だなって思った。いいナチュラル。私なんか服装選ばない。そう、可愛いと思う。なんかさ、黄色っぽくもないし、赤っぽくもないって、でも茶色とみたいな。
だからかっこいい系もかわいい系もどっちもいけるからいい気がする。夏だからハイトーンやりたい気持ち大変わかるけど、ハイトーンってさ服選ぶじゃん。うん、そうなんだ。やりたい。あ、けどやりたいでしょ。ね、昨日ね、話してたよね。昨日もこの話したの？昨日、昨日されたアンケート取ったんですけど、クマさんと、まあ、ちょっと話してて、私はその金髪、ハイトーンとかにあのメリージェニーみたいな洋服を着て、メリージェニーのタイプが可愛いんですよ。で、それでこそ、あのバケハになんかリボンついてるやつ、はい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 、はい、この帽子が可愛くて、かるよ、かわいい。メリージェニーからハイトーンにしたくて、うん、あの格好めっちゃ可愛い。そう、あの格好はそのバケハにリボンあって、でちょっと今日着てるマヤちゃんみたいな白のワンピースにちょっとフリルとかついた、もう赤チェックみたいなってことでしょ。とかもだし、普通に T シャツにみたいな、ちょっと可愛い T シャツにスカートを、ミニスカートと履いてみたいな、なんかそういう服装でなんか外国人みたいになんかハイトーンの子とかが着てるとめっちゃ可愛いよねって話をしてて、え、今年の夏やりたいみたいな。本当に私心配だった。前じゃなきゃ大丈夫かな、ちびれてくんじゃないかと思ったね。あーって。でもあれですよね、もう何年か前じゃないですか。うん、何年か前。別に普通に切れてますもん、本当に。めっちゃ、みたいな。本当に。マジで。寝起きのまんまとか風呂上がり来た時に、もう髪の毛が綿毛のようで、私も、もうやちゃん。飛んでっちゃうんじゃないかね。でもそういう時に、本当にやばい時は、本当にこうやって髪の毛こうやって触っただけで、すぐ綺麗に分けれてたの、出てたの。そうですね。だからそれをめっちゃメンバーにこれあげます、いらん、綺麗にあげてました。めっちゃみんなに心配されてました。うん、心配だったもん。うん、でも自分でもやっぱなんか毎週てか毎日マジ美容院に通わないといけないレベル。だけどまあね。ね、これがあるもんね。そうなんで、でも菅原最近新しいシャンプー買ったんで、それをちょっと期待して。いいじゃん、いいね。ずっとシャンプー悩んでるよね。永遠にやっぱ高いのがいいっていうのは分かってるんですけど、その高いシャンプー一時期使ってたんですけど、それがめちゃくちゃいいかって言われたら別に良くもなかったんですよ。あるあるあるよね、そういうのね。結果ね、アマゾンのでいいの。ずっとしてる。全然、まあ、日常的に使うものじゃん、消耗品だしさ。そう、消耗品なんですけど、それでこそもう本当に量が多かった。使う量が多いんですよ。あ、1回に、そう、1回に使う量、コスパが悪いんですよ、その値段の割には。でも美容院で取り扱ってるからいいんですけど、匂いも良かったりするしね。なんかあれ流行ってるよね、今さ、なんか泡立たないシャンプーみたいな。何それ。なんか泥系、クレイシャンプーみたいな、頭皮さっぱりするやつ。そうそうそう、それ2週間に何回か使った方がいいみたいな。なんかあれをなんか私の、お母さんの友達が美容師さんなんだけど、これいいよって言ってなんか1本くれて、めっちゃ良かったんだけど、ありがとうございます。でもめっちゃ良かったんだけど、やっぱ泡立たないと不安ですよね。泡立てる感がなくて。わかるわかる、めっちゃ分かる。だからそれこそさ、なんかまあ こういう日とかだったらいいの。例えば地メイクでっていうぐらいだったらいいんだけど、髪の毛も別に何にもつけてませんみたいな人だったらいいんだけど、じゃあめちゃめちゃ劇場公演やって疲れた、帰ってきて汗かいてるのに、なんかそれだけじゃめっちゃ不安で。わかる、めっちゃわかる。もうすぐやめちゃった。全然怖
公演終わりってもう、結構1年前ぐらいの話なんですけど、ね、あー、めっちゃわかる。なんかさ、カラーシャンプーとかしないといけないのね、染めたての時とか、うん、だけどカラーシャンプーって泡立てがそんなにないのね。あ、わかる。だけどやっぱ染めたてだから色を保たないといけないから使わないといけないの、うん、だけどさ、公園の帰りとか汗かいてる時にそれだけだと洗い落とせてない気がして。わかります。だからけど混ぜてる。そう、だからもう、いいよね、あれいいんだよね、混ぜて。混ぜていいんだよね。カラ取りと思ってるけど、あ、なるほどね。もうだからもう本当に分かる。泡立てないとね。そうなんだよね。そうなんだよね。私は染めてないけど、カラーシャンプー使った時あった。かわいい。かわいい。めっちゃ、お母さんが髪の毛染めてるから普通にね、うん、なんかあったんだけど、ムラシャンがあって、はいはいはい、めっちゃ匂いも良くて、なんか使い心地が普通にいいみたいなことをお母さんが言ってたから、うん、めちゃめちゃ髪の毛染めてもらえるのに、色も染まらないのに、なんかめちゃめちゃムラシャン使って、ただ流れていく、あの水が紫あと爪どんどん紫みたいな。そういう時もたまに落ちない時にネイルしちゃいますよ。あ、もう隠すよね、上からね。めっちゃめっちゃ染まるんだよな。ね、染まっちゃうよね。この前さ、すごい眠たかった時にお風呂入ってさ、うん、でこうやってもう眠たいなって目半分閉じた時にこうやるじゃん。でシャンプーのとこやって全然泡立たないな、泡立たないなって、うん、リンスだったんよ。けどそれ私が間違えたんじゃなくて、絶対に一個前に入った、だからお父さんかお母さんが多分寝ぼけて反対側にしてたわけよ、シャンプーとリンスの位置を。だからちゃんとシャンプーの場所でやってんのにリンスだった時のすごいイライラ感、くー眠いのに、ね、眠いのにみたいな。もう今の洗った動作でシャンプーだったら終わりなのに、なんでリンスなんだみたいな。そうだね。しかもね、リンス流すの大変だし。そうなんよ、なんかねちょねちょするしさ、頭皮つけない仕組みだね。そうそうそう、確かに頭皮につけたくないよ、ね、そうなんよ。この前ちょっとそれイライラしちゃった。家族だとそういうのがあるから大変です。一人でリンスだったらそうならないよ。ならないよね。ナイスナイス。一人だからっていうのもあると思うんですけど、それはそれでこそいろんなシャンプー使ってたから、うん、一時期なんかバカみたいにシャンプーシャンプーバーみたいになってた。シャンプーバー確かにめっちゃあったシャンプーこれとシャンプーどれでも使ってください。使ってください。何それってめっちゃあって、でも今でもそれでこそなんかそのシャンプーを使う量が圧倒的に多いんですよ、うんうん、そのスプレーとか、うん、オイルとか塗ったりして、うん、もう髪の毛をめちゃくちゃ洗うことが多いから、ね、トリートメントよりもシャンプーの方が先に、まあ、普通に流れることが多いんですよ。気づいたら今めっちゃトリートメントがやばい。でも多分ね、それ一人暮らしもあるあるな気がする。私の友達、普通に一般人の友達だけど、なんかこの友達の家に泊まりに行ったら、うん、めちゃめちゃあったもん。ボトルの量が実家より多いみたいな。なんか私別に普通に家さ、私とお母さんのシャンプーとリンスと、うん、あとお父さんと弟用 の、 あのシャンプーリンスインシャンプー、うん、でボディーソープあって、うん、で私用のボディーソープあってみたいな。結構ボトルあるはずなのに、なんかそれより多くない？あんた一人で住んでるよねみたいな。僕あるあるある、うん、でなんか体洗うんだったら、まあそこの水色のやつかそこのやつかそこのやつで、でまあシャンプーだったらそれかそれかそれかそれでみたいな。どんだけあんのみたいな。確かに、うん、だから使い切る前にこっち使いたいってなっちゃうんだよ。私夏場だけスースーするシャンプー、あ、わかる。ライブの前とか前後とかに置いてあったりする。なるほどね、うん、だからな気持ちくて置いてある。使えないもんね。言ってカラーシャンプーとかもめっちゃ増えます。カラーシャンプー、ピンク、紫、めっちゃ増えてくる。トリートメントもそうそうそう、はいはいはい、だからトリートメントもあるし、ヘアマスクも置いてあるとか、はいはい、確か置いてある。使い切るだけできます。ヘアマスク置いてあるな、うん、とか、あとそれこそなんか泊まり用に買ったりしちゃう、買ったりするんですよ。トラベルあるね、トラベル、うん、サイズのパウチになってるでしょ、うん、とか買うんですけど、あ、なんかこれちょっともう開けてから時間経つなみたいな、はいはいはい、ボトルのやつとかね、そう、あ、ボトルとかだと、あ、もうちょっと時間経つなみたいな、うん、開けてからで使おうって思って置いといてみたいな。なるほど。それもするいつも通りやっ出しちゃう時が、はいはいはい、あ、で、あって気づくな、出してから、あ、また明日でいっかってなったら持っていってるのが、それが確かに。
シャンプー、リンスインシャンプーしか置いてなくて、なるほどね、いや一瞬で髪の毛がキシキシになるよね。もう流してる段階すごい、なんだこれみたいな。でもリンスインシャンプーなのになんでだろうって思います。でもなんか理系の先輩が昔言ってたのは、あれって酸性アルカリ性、うん、リンスとシャンプーって逆なんだって、うん、だから合わせたところで効能消し合って、ほん意味ないって。だからキシキシになるんかな。そうだから、あれすごい矛盾してる液体物っていう話は聞いた。そうなんだ。あれはすごいね、矛盾してるからよくわかんない理系の的にみたいな。でも実家にいる時ってやっぱ親ってなんかまあリンスインシャンプーが多いんですよ。うん、男の人とかね、お父さんとか多いんですけど、うん、それで、でもあめんどくさいなみたいな、自分用のシャンプーあるけどごめんなくさいな、どうしようって思った時にリンスインシャンプー使って、もう髪の毛もさついてる、うん、というめっちゃ違って結果同じになるんですよ。わかる。そしたら最初から普通に自分のシャンプー使ってきて、確かに確かに結局一緒だよねって確かにね。でも最近めっちゃ良かったのは、トリートメントとかの前に導入液みたいな、おーなんかそれやってるよね最近、めっちゃ良かった。良いんだ。そう、妹使ってて使わせてもらって良くて、うん、自分で買った。同じトリートメントだけど違う。そうなんだ。そう、髪の毛の気になるなそれ。ちょっとめっちゃ、しかも高くないし別に、シュシュってやってる、うん、そう、それとあのロレッタのナイトクリームがめっちゃいい。キャラ色かけないね、これなの。それだよ、めっちゃいいやん。それやって寝て起きたらそのままリハーサル行ける。めっちゃいいやん。髪だけかければ無理だろうな。でもじゃなかったらちゃんとなんかある程度つくけど、ロレッタやっとけばどうにかなる。羨ましい。髪質がマジで羨ましい。髪質の問題なのかなって思い始めた。でもそれもある。でも足の毛は汗で浮くから、ミネステーション前髪に浮くの。あ、そうそうやな。そうでこうやって浮くからちゃんと、うん、それは嫌だかな。細いからな、浮くんですけど。あんまいいところないな、この髪の毛で。そうって言ってみて。でも本当にやばかったらそんなにカラーできないからね。うん、そう思う、うん。頭皮強いでしょ。ある程度強い。頭皮は、いや、うん。頭皮強くない。うん、ちゃんとこっちから赤くなりながらやってる。痛い。え、でもたまにありますよ。そうなんだ。その、染めすぎ。染めすぎ、うん。でもよく耐えられてるね。ね。ブリーチした時とかありますよ。うん、ブリーチはまあしょうがない。だいね。でも可愛いからやっちゃうんだよね。やっちゃうんだよね。分かったんですよ。それからこれ以上染めちゃいけないし、美容師さんには止められるっていうのは。止められるんだよ、分かる。だって職業なのに。でもパンマみたいに言ってるし。痛みますよ。そうですよね。うん、したいしな、うん、お願いします。ブリーチなんだろうね。体でそんな痛むこと今ないって。よくさ、まやちゃんとさ美容院一緒に行くんだけど、よく怒られてるのを見るなと思って。あれ美容院の方が怒るなんてなかなかないじゃん、そんな。まやちゃんまた染めたでしょとか、なんかまた自分で髪の毛切ったでしょって何回か言われてるところが。同じ人とか撮った時に、ああそういえば菅原さんまた色変えてましたねみたいな。大丈夫そうですか髪の毛みたいな。大丈夫だと思います、頑張ってます。染めちゃう時もあるんで、本当そこはずっとこれはもうやめたいですね。でもさ、やりたいって思った時にやらなきゃね。そうなんですよ、たまに仕事とかで、うん、急遽、うん、あるある、うん、黒髪の方がいい仕事とかがあったりして、うんうんうん、でも美容院無理だみたいな時とかがあって、うん、自分で染めちゃうんですよ。うん、ちゃうね、染めちゃうね。失敗しちゃうんですよ。むずいよな。でも美容院で1週間で染め直しは別に痛まないって言われた。へえ、うん。自分で染めるのが一番良くないって言うよね。そうそうそう。でも私のカラー剤が結局ブリーチ剤も入ってるから、うん、その染めやすいように、うん、から痛みやすいみたいな話を聞いて、うん、どうしても。ただ簡単だけどね、安いし。カラートリートメントで入るのはブリーチした土台があるから、うん、でしょうね、うん、カラートリートメントで入ってます。もうなんか何もしない日には入らないからね、カラートリートメント。だけどすごい中学校の時なんかそれ知らないけど、まあ、傷んだ髪の毛にはよく染まるみたいな、うん、あるね、そうだね、理由じゃないですか。でもワンチャンすがる、自分的には傷んでるだろうなって思って入れるんですよ、カラートリートメント。はい、はい、全く入ってない。一緒だよ。カラートリートいい香りなんだよ。一緒だよ。まだちょっとベリーの香りする。そう、マジで本当にあの自粛期間中になんかマジでここ流行ったじゃん、インナーカラーとか、はい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 、なんか裾カラーみたいなの流行ったじゃん、うん、マジでめっ
っちゃ頑張ってあの、うん、アイロンとかでめっちゃさ外羽とかさせて、うん、でここだけ痛めつけて、うん、ここにめっちゃピンクとか青とか塗って、うん、なんかちょっと待って鳴らすみたいな、うん、もうゼロ適当に塗っても本当ブリーチも必要入らないんですよ。ブリーチインナーしてて仕事で消し去って、うん、でもやりたくなった時にカラシャンで時間置いたら入ってよ。全員切ったバタバタの勢いでかけて、うん、髪結んでシャワーヘッドみたいにしてお風呂ずっと使ってたら入った。入ったんだ。色入るんだ。結局その土台がないと入らないから。でも土台作っときゃ入る。入るんだよね。染め直しても、うん、めちゃくちゃ入りますよ、うん、入るよね。楽しいよね。でも色自分で変えれるからめちゃくちゃ。でも自分が思う通りに入ったらめっちゃ嬉しいよね。自分が調節できるんだね。ね。で色足りないとまたもう一回やればいいじゃん、うん、そう。全頭ってなるとまた難しいですよ。全頭ムラにならないが一番難しい、うん、インナーは楽だけどね、うん、ファンクラブの解放良かったです。 あ届いたかも。届いたっぽい。私は一足先にもらったけど私ももらいました。嬉しい。女社長とかいっぱい投票していただいて、ね、私も上司にしたいとかいっぱい言って嬉しかったな。ありがとう。イエーイ。でもやめた方がいいと思う。絶対私もう上司入ってた。うん、割と動きがあらゆるものにランクインするという傾向が見られます。真面目に見られてるんだなと思った。でもマジでおすすめしない。私もおすすめしない。私のこと。すいませんね。急に黙るから。ね、急に黙るから。菅原庄司で。菅原庄司で菅原庄司。笑うけど毎回見るの好きだな。わかる。いろんなテーマで地味に楽しみにしてる、うん、面白いよね。次なんだろうな。もう結構いろんなことやったよね。もうやったよね。だいぶ次なんだろうね。仕事の衣装やってウェディングもやって、で今回スーツ結構やったね。浴衣もやったし、あと何だろう。もう間違いなくファンの人が好きなシチュエーションをもう踏んできてるから。うん、まだやってみんなは何が好きなんですか。キャビンアテンダント。でも見られてます。キャビンアテンダントお仕事服。あ、うん、仕事服。それこそキッザニアの大人バージョンよ。SKE48 のキッザニア。みんなは何が見たいですか。解放何が見たいんだろう。確かにマジで写真集だもんね。ね、そうだよね。え、めちゃくちゃ良くない、あれ届くのって。嬉しいよね。私のウェディングドレス姿あんな一気に見れるの。 ね、 ね、そうだよね。いいの。あと何だろう、何だろう。みんな何が見たい。大変だけど着物ぐらいじゃない。もうけど浴衣やったもんね。一緒って思っちゃう。振袖。ああ。振袖だって袴着せなきゃみんな着れるかな。ね、袴は男装だって。あー、男装1個やってなかった。羊、羊とメイドやってる。やったよね。全員はやってないかけど男装は。うん、男装撮影大変だろうな。ガチでやろうとしたらむずいよね。なんだろう、なんだろう、現実的なところ。うん、でもコスプレ系が多そうですね。ハロウィン。ハロウィンはそう。ハロウィンはやりそうだね。確かに。でも逆にさ、私服とかないよね。解放でまだない、ね、私服衣装とかってなんかないね。けどみんな外で撮るとかね、ロケとかでいいね。もう冬に飛んでめっちゃ真っ白の雪衣装とか、ね、え、スキーとかいいじゃん。いいね。やってたね、生写真でスキースノボやってたね。綿だらけのところでやったね。じゃあ完全防備でやりましたよね。やった、やった。撮影中ちょっと暑いぐらいだね。結構しっかりして暖房効いてるからさ、うちら衣装を着るからさ、うん、めっちゃ暖かくしてくれてるから。そう、普段だってね、ノースリーブとかパンツとかばっかり。みんなって、そっか、生写真売ってないの。あんま売ってないです、ね。月別で売ってるよね。売ってはいる。売ってるんだ。さ、私たちが結構前に取りやめてるから、半年以上後に出てる。だからさ、あれってさ、めっちゃ多かったじゃないですか。うん、月1で撮ってたもんね。SKE カフェとかがあったからさ、売ってる場所があったからね。確かに。で、今よりも生写真あ、うん、全然あった。だから毎回なんか撮ってた撮ってた。私なんか季節近くなってきて撮るっていうすぐ
たの。どんな教則っても半年だって、うんうん、だ最近今半年超えてるからだからもう忘れちゃうんですよね、うん、これいつ撮ったんだっけ、うん、だからさ、若干髪の毛の長さ変わってたりとかしない？大丈夫とかそうだ。そうだよね。あれこんなまだピンク色だったっけと思ったりとか。前夏にサンタさん撮るぐらいだったから、確かに年明けのとか秋口ぐらいに2個とか毎年撮ってたもんね。だいぶ感覚が変わりましたね。やっぱ今も5人ぐらいしか今呼ばれてるコメントの、ね、そうです、3人とくれね、コメントくれ、てか何時間ぐらいやってるんですか。え、待って、もう3時間経ってるわ。すごっ、何時間やってるの。え、今何時間やってるんだろう。9時半回ってるから3時間撮ってるわ。すごい、あっという間やん。あれ長かったね。私の映画どこ行った？あれ私の映画映画って撮ってから2年とか当たり前だから、2年以上経っちゃった。パチンコ言えばその間になくなりまして。そうですね、そうだね、大富豪がありますよね、はい、あれオフショットとかあげていいのかな、ああいう場合って。確かに。ビジュアルでも出てない。けどね、役名ももうなんかビジュアル出てないのはどうなんだ。出せなんかけど、うん、あの撮影中の写真って言って他の方は出てる時あるんだけど、自分は違うタイミングで撮ってるから、その何の役をやってるかもさえも言ってないんだよね。え、そういうことか。そう、何の役をやってるさえも言ってないの。